海王ネオに行こう。ピシャランチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。キューティークルーのリホです。はい、本日ね、そうすごい眩しいんですよ。そんなね、太陽の眩しいお店といえば、じゃん、はい、こちらの太陽ネオ高岡店様やってまいりました。はい、そんでね、私最近引き弱なので作戦 B 立ててきましたよ。はい、そのね、作戦 B とは、じゃん、まあ応援団が、じゃん、キーバー。そうなんです。いつもね、ガロとかマドービとかザルバやったんですけど、今日はね、ちょっとまあ、キバ見れればいいなと思ってキバ連れてきちゃいました。はい、そんな感じでね、今日はじゃん、見えますか、リトルホワイト応援来店してるみたいなので、早速あの可愛い子ちゃんたちに会いに行きたいと思います。それでは、それではキービク、あ、は、は、早速早速、はい、発見しちゃいました。はー、イエーイイエーイイエーイ。はい、こんな感じでね、はい、夏美ちゃん、安奈ちゃん、あきちゃんが今日は応援に来てくれてるみたいです。今ね、皆様にキャンディーのプレゼントしてたみたいですよ。はいね、太陽ネオ高岡店様は10日、20日、そして本日30日毎月リトルホワイト応援来店してますので、皆さんぜひ会いに来てみては。はい、ということで早速やってきたのは、じゃん、はい、こちらの話題のスーパー海物語 in 沖縄3のコーナーです。ねえ、こちらやっぱり新年ということもあって、たくさんの人で賑わってますよ。はい、そしてね、やっぱりこちらの機種、はい、1時間に1回ね、搭載されました。ついに、はい、スペシャル魚群タイム。ねえ、こちらね、5分間の間にぜひ皆さんスペシャル魚群発見しちゃってくださいね。応援してます。はい、ということでやってまいりました。はい、私リポモの大好きな CR ガロファイナルのコーナーです。はいね、本日私キバ持ってるので、ね、皆さんもお分かりかと思いますが、私本日 CR ガルファイナル実践しようと思っています。はい、そしてね、もう見た感じね、皆さんすごい盛り上がってるので、ね、私もこの波に一緒に乗ろうと思います。てか絶対乗ります。はい、ということでね、皆さん一緒に頑張りましょう。闇を照らす希望の光、ガラーキバ。続いてやってきました、じゃん、こちらの国民的アイドルのスロット、タチスロ AKB48 のコーナーです。ね、やっぱりね、さすが国民的アイドルですね、大人気ですよ。そしてすごい、こちらのお客様はね、なんとね、3000枚突破してます。すごいですね。いやね、ちょっともう皆さんね、盛り上がってますね。もう上にね、ほらもうたくさんドル箱が、羨ましい話です。はい、ということでね、皆さんこの調子ね、48ローテーション目指して頑張っていただきたいと思います。はい、ということで続いてやってきたのは、パチスロ北斗の拳転生のショーのコーナーです。ねえ、皆さん見てくださいよ。ねえ、やっぱりね、北斗シリーズ大人気ですね。はい、そしてね、今投資演舞ゲットされてるお客様もたくさんいらっしゃいますので、この調子でね、ぜひ頑張ってください。えいえいおー。CR ガロファイナル400番台ですね。はい、そしてただいまの大当たり回数2回、各編1回、そして回転回数が369回ですね。ね、前走出たお客さんは2連だったみたいなので、ね、じゃあ私は10連目指して頑張りたいと思います。はい、そして本日の軍資金はじゃん、1万円です。で、今日はね、この1万円で私にとってガロ初の大当たりゲットしたいと思います。はい、それでは実践スタート。えいえいおー。なんかこんなにガロ好きなのに、まだほら1回も当たってないじゃないですか。そう、プライベートでも当たってなくて、やし今日こそね。うわ、え、1回転目、うわ、リーチすごい、1回転目でリーチかかりましたよ。ああ、6で止まるんだろうな。うわあ、やっぱり、え、でも今すごくなかったですか。あれ、キンシャン、最近キンシャンって言いたがりなんです。すごい、今の1回転目ですよね。
今日ね、絶対先に言っときます、絶対大当たりゲットします。そうでもな、図に乗るとな、消えない。あ、魔法陣、あ、あ、これなんて名前だったっけ、違ったんだけど今、あ、なんだったっけ、チャンスね、魔法陣、青、でも青か、うわ、計測、もっと、これギジさんくらい行くんじゃないですか。あ、やっぱりそっちか、うわ、緑になった、緑になった、緑になった。で、これで、もう一回ギジレン続いて、次赤とかになって、メール、あ、もう一回、もう一回、もう一回、白、あ、アジキャラのリーチだ、幸運、うわ、赤だ、ガロ降臨、赤出ましたよ。あ、鎧を召喚してください、お願い、大好きなガロ、お願い。そうなんだ、うわ、来た、嘘よ、絶対にキャラ行くと思った、ちょっと待って、もう泣きそう、うわ、ダメだ、4戦隊だ、だってこの人強いもん、復活するし。え、でもね、エフェクトに期待しましょう、エフェクトがね、赤とかだったらいいな、これ使うし、わー、緑、ちょっとチャンスアップですよ。あー、あー、これ、まだね、そんなにね、立ってないのに、いやでも、アニキャラだと思ってたから、ちょっと嬉しかった。あー、ちょっともう早速進撃使っちゃいましたよ、どうしよう、どうしよう。おっと、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 これはダブル、ダブル、ダブル、ダブルガロ、お願い、あ、オーラが小さい、大きいのこれ、お願い、うわ、残像だ、本当に、うわ、赤や、赤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 、今泣きそうやった、ちょっとお願い、はいはいはい、うわ、タイガよ、タイガ、チャンス、チャンス、チャンス、めっちゃチャンスやろこれ、で、鎧召喚戦だった、え、でもタイガこれチャンスですよ、本当に、うわ、赤、赤に、赤に、お願い、お願い、トーガー鎧を召喚しろ、お願い、お願い、嘘だ、なんでタイガ出たのに、誰だ、ビジョンオブガロが出てる、もしかもカニカミで来て回んないし、もうお願い、赤の色は赤だ、はいはい、反転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 、お願いガロー、ガローお願い、わー、向いた、発展、はい、フェイスオブガローガオー、やった、あ、本日初のビッグフェイスオブガローなんですけど、わっ、あれ本日初だっけ、てか待って、また4戦隊ね、でも割とね、今チャンスやと思うんですよ。あー、でもやっぱりエフェクトが緑でもね、いやでも今日一のチャンスだと思う、これは行為でしょ、はい、ネタなら任せて、お願い、あー、本当にお願い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 、
待って、やばい、涙が悔しい。見ないでください。1万なくなった。めっちゃ泣きそうなんですけど、悔しい。なんかもう可愛い子ちゃんたちが来てくれたけど、あ、キャンディーですか、ありがとうございます、ね、これ食べてて頑張りたいと思います、ね、本当に泣きそう。頑張ります、ありがとうございます。もうなんかね、悔しくて泣きそう。ちょっとでもね、この可愛い子ちゃんたちがね、応援してくれてるんでね。いやね、ルーレット回しに行きましょう。カメラさん、ルーレット行きましょう。早速もうはい、いつものあれですよ。はいね、1万円がなくなりました。そう、本当になんかね、あのリーチで真ん中が甲賀でもなくゼロでもなくタイガやったんですよね。もうそんなのすっごいテンション上がるじゃないですか。でなんか勝手に当たったと思ってテンション上がってたら外して、もう本当涙がやばいです。はい、なんでね、はい、今からおねだりルーレット、あ、やっぱりね、追加金なしは考えてません。狙うは、そうだな、追加1万とかかな、水着狙いでいきます。それではルーレットスタート、ルーレット回します、お願いします。あー、お願い、うわ、牙当たってるし、ちょねえ、今の事故ですよ完全。牙のこれ曲がってますもん、頭に当たって追加5000円で、はい、なんと店長さんの財布から。キワ、よくやってくれた、やったということでね、はい、店長さんに追加の5000円もらいに行きたいと思います。5000円、キワの頭に引っかかって店長さんから5000円、よくやってくれた。はい、ということでね、今もらってくるので少々お待ちくださいませ。はい、ということで、さっきね、ルーレット回して店長さんに5000円もらってきたのでね、この5000円で次こそ大当たりゲットしたいと思います。そうね、この子がね、頭で止めてくれたんですよ本当笑ってしまった。じゃあね、まあ今回は大移動しません。この台にね、私の全てをつぎ込みたいと思います。お願いします。それではレッスン再開します。いきます、えいえい、おー、刺さって、うわー、刺さった、人生2度目の画廊券やった。いやでもね、画廊券はね、どうかわかんない。え、これエンブレム回ってるんだっけ。はい、お嬢ちゃんだぞ。いやー、ちょっとこれどうなるかな、お願いします。うわー、やったー、本日初の全勝と、やったネロはやだ、ネロはやだ、やだ、カルマもやだ、カルマもやだ、あーうわ、お願い、ガロゼロを救って、お願い、あー、やばい、 FX の何色かな、青だけは絶対やだ、赤、あー、このリーチ本当好きなんですよ、やばい、あー、やばい、やばい、本当にやばい、待って、赤や、ね、当たるかもしれん、
外した。恥ずかしい、もう。今もう完全に人生初の大当たりやと思って、もう涙。聞いてないこんな嬉しいんだろう。さあ、なんか青の魔法陣ならよく張りますね。今日、そう。本日2回目、やった。今日はね、星 4.5 目指して頑張ります。ヒカルお願い。えい。1.5。4.5 いけそうな気がする。はい。ゴー。これ結構いけるかも。もうだって 3.5 だろ。はい、 4.5 来た。本当に 4.5、 イエーイ、やった。そう、これで 4.5 出してみたかったんですよ。頑張る頑張る。マイコン、かっこいい。本当にダメ。あ、次こそ、ね、2回目の正直頑張りたいと思います。次はね、初の大当たりで勝ちたいですね。あー、エフェクトが怖いよ。で、今度レインボーとかやったらね、まあレインボーはないけどな。さっき赤で外れたからね、緑じゃね、弱いな。頑張って、お願い、お願い。ジャンキンが少ないからお願い、私にどうか当たりよ。闇を照らす希望の光、行かろう。ちっちゃいもん。やばい。本当に泣く。それでは本日の結果報告に参りたいと思います。本日私リホが実践いたしましたのは、大好きな CR ガロファイナルですね。今日キバもいたんでね、そう、どうなるかなとか思ってたんですけど、まあ結論から言います。はい、結論から言いますと、はい、大当たり回数ゼロです。本当にすいません。本当にもうね、最近やばいですね私。いやでも今日はね、あの一番最初、あの予告の時にほら真ん中にね、タイガが出てきて、いやタイガすごいチャンスだから、うわ、もうこれはもらったと思ってでプッシュをしてリンチになったんですけど、まあね、あっけなく外してしまって、はい、そしてでもその後4戦隊のリーチ2回かかって、まあ、これもね、あっけなくね、2回とも負けてしまって、はい、そんで、まあね、1万円がなくなってしまいました。はい、で、そこでね、おねだりルーレットを、はい、回しまして、なんとね、キバがね、頭でルーレット止めてくれて、店長さんから5000円もらえたんです。本当笑っちゃいましたよ。はい、でね、その5000円で、また同じ台ね、打ってたんですけど、なんと、私の今まで一番見たかった、本当に一番見たかった神滅ゼロリーチ、なんと2回も見れたんです。もう1回目の時なんてエフェクトが赤で、もうこれね、あ、もうこれ当たったと思って、あ、やばい、初大当たりと思って、もう本当こんなになって、あーってなってたんですけど、まあね、すいませんでした。2回目もちょっとね、やっぱダメでした。もう卑怯です最近。まあね、しかも今気づいたんですけど、
私ね、キバ連れてきたじゃないですか。キバってほら、もうガロの敵だから、多分私に大当たりをね、大当たりね、引けないようにね、多分意地悪してたんだと思います。ってことでね、やっぱり次回はザルバとガロ連れてきたいと思います。皆さん本当にすみませんでした。はい、それではここら辺で太陽ネオ高岡店様のお知らせに参りたいと思います。はい、来月8月5日から7日、そしてお盆の13日から17日の間、太陽ネオ高岡店様深夜12時45分まで延長営業となっております。ね、いつも以上にね、営業時間長いのでね、皆さんごゆっくりご遊戯の方楽しんではいかがでしょうか。楽しんでみてはですね、はい、すいません。ということでね、今テンション高く見えますよね、私。でも内心すごいね、もう泣きそうなんで帰ります。さよなら。